はい、どうも、無血町です。はい、1、2、サシです。はい、というわけで、はい、無血ラーメン部でございます。そうですね。はい、今日行くところは、はい、ジコンというラーメン屋さんですね。はい。もう人気あるんだよね、ジコン。そうだね、有名だよね。うん、俺も結構好きなラーメン屋ですね。うん、自分も結構好きな、あれなので。美味しいです。はい、背脂系のね、うん、ラーメンなんですけど。もう背脂たっぷりの、チャッチャ系っていうのかな。そうだね、しかも背脂の量選べますからね。うん。その辺もじゃあ、ちょっと。食べに行きたいなと思います。お待たせできましたしね。はい、はい、というわけでいただきます。おう、はい、というわけで、はい、食べてきました。食べてきましたね。いや、お腹いっぱいで死にそうなんですけど。そうですね、お腹がほんとパンパンで食べたのが、僕はチャーシュー麺の、うんうん、卵トッピングと玉ねぎトッピングと、あとミニ半チャーハン食べました。自分はチャーシュー麺の大盛りで鬼油ということで。そうだね、僕は普通の油で、マッチが鬼油の、うん、鬼だからね。鬼だから、中油、大油、鬼油だからそれの一番上のやつを頼んだんですけど。そうですね、まあ、うん、画像あるんでぜひ比べていただいて。そうですね、まあ油がすごいそうですね、うん、まあやっぱ油が多いだけあってさ、うん、冷めないんだよね、全然スープが、うんうんうん、でもずっと終始食べ終わるまで熱いみたいな。確かに確かに。のがあったし、チャーシュートロットロしてて美味しいね。トロトロ。あとツバメ三条系ってやっぱりあの玉ねぎがありますね、うん、そうなんだよね。でチャーシュートロトロでさ、うんうん、で自分の場合油多かったじゃん、うん、で油もトロトロだから、うん、そこにこう岩海苔と玉ねぎのいいね、いいね、あの食感があるコリコリバランスね。そう、そのバランスがいい、バランス具合で。なるほどなるほど。そう、すごいこう交互に食べる感じが。確かに。そうで、玉ねぎさっぱりするじゃないですか。うん、そうそうそう。だからそこがよりこう油を解消してくれるというか、うんうん、それがあったんですごいね。鬼油でもペロッと食べられましたけど油多すぎだったけどね。ちょっ と, 、うん、ちょっとあの年には応えるかなっていう、うん、感じはしますけどね。結構今日も行ったけどさ、もう並んでたじゃん、めっちゃね。うん、で、うん、結構毎回行くために並んでるイメージあるから。確かに。やっぱ人気店だなっていう。そうですね、2011年と2012年のラーメンバトル優勝してますもんね。なるほど。はい、そんな感じで。美味しいですね。いや、結構満足というかね。そうですね、あとツバメ三条系ってまあ皆さんあれ、新潟あれなんですよ、発祥なんですよ。そうだね、うん、結構もう今全国的に有名だと思うんですけど、だからやっぱりね、まあ、あと甲州飯店とかね、うん、五大ラーメンで新潟は、ね、そうなんす、結構有名なラーメン店多いので、これからも新潟のラーメンを食べていきたいと思います。ぜひぜひ見ていただければなと、はい、お願いします、思います。というわけで終わります。はい、ごちそうさまでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。